そもそも初見演奏とは何か、初めて見た楽譜を演奏するという項目になります。やらなきゃいけないことは大きく分けると3段階です。楽譜を読む、つまり予見をするということ、音色をセットするということ、実際に演奏する、この3つです。レジストのセット、これも実際は本番中にやります。ただですね、ここに関してはもうほぼあらかじめ作っていっちゃっていいんじゃないかと私は思っています。だいたいこういう感じの曲調が出るんだなっていうのってそう大きくずれないんですね。なのでこの音色が自分は扱いやすいぞっていうのを何パターンかもう用意していってしまって、で当日にこれだったらあの音色にしよう、ポチッでもう弾き始められるぐらいにしておいた方がいいと思います。初見演奏はね、適切なレジストを選ぶっていうところは曲を綺麗に聞こえさせるっていう意味で重要なところではあるんですけど、決して時間を割くべきところではないので、あらかじめ、まあ、準備しておくのをおすすめします。実際弾く時というのは予見のところでお伝えした通り、予見の状態ではほとんど何も読むことができないので、弾きながら一小節先を読んでいくということになります。多分ね、もう5級を受けるレベルの人だと右手ぐらいは全然それで弾けると思うんですよ。ただそこにエレクトーンの場合でいうと足鍵盤と左手の鍵盤がついてくるのでごちゃごちゃしちゃうっていうのがあると思います。でもコツは堂々とすること、これに尽きると思います。初見演奏のこの試験のそもそもの目的が何かというところに、まあ、話が戻っていっちゃうんですけれども、初めて見た楽譜でも他の人が あ素敵ねって感じるように演奏することができるというのが究極の目的なので、習ってた先生から聞いたことがあるのは、初見演奏は止まったら底落ちだからって。それは何でかっていうと、止まるっていうのはもう曲の流れがそこでストップしちゃうわけじゃないですか。誰がどう見てもなんかおかしいっていうことになっちゃう。そういう音楽としてあからさまに他の人がえって思うようなことをしたら、それはやっぱり初見演奏の当初の目的にかなわないわけですよ。なので NG、 ああ間違えちゃったとか弾きながら思うんですよ。絶対思うんだけど、そういう時も雰囲気に出さずに堂々と、あたかも最初からこういう曲ですけどみたいな雰囲気を出しながら弾き続けることが、実はこの初見演奏では求められている。度胸イズ大事。例えば今回 あのお題に挙げてるね、5級の曲なんかで言うと、多分最初の方ってそんなに読みにくくないんですよ。ぶんちゃっちゃのリズムだし、ベースの音とコードってそんなに乖離したところがないので大丈夫だと思うんですけど、私がもしやってて、ああこれ無理ってなるのは、一番最初に来るのは8小節目の左手だと思うんですね。ここどうなってるかっていうと、ラを弾きながらシのシャープとドになってると思うんですよ。私ね、このシのシャープっていうのがすごい苦手なんですよ。シのシャープとミのシャープね、要するに発見のドと発見のファのことを言ってるんですけど、それをね理解するまでにものすごい時間がかかる人間なんですよ。なんでわかんねって思ったら、多分その瞬間にシャープは外しちゃうと思いますね。とりあえずシみたいな感じで普通にシドって弾いちゃうと思う。でもそれでものすごく曲に違和感が出てくるかっていうと、そんなことないんですね。それよりも音がなくなっちゃう方がよっぽど曲としてはおかしい。なんで細かいところでのミスはありつつも先へ進んでいくというのがすごく大事です。個人的に今までやってきたとか、あるいは意外とおすすめだという練習方法をお伝えします。まず一つは過去問やってください。例えばこれ2013年から2015年版なんですけど、一つの級につき、問題が8個、4級の方は10個かありますね。だいたいこういう雰囲気のが出てくるんだなっていうのを分かるようになるんですよ、これ過去問解いてると。なのでまずなんか初見の練習しようかなって思ったら、これの最新版を買って、まずはいいから1問やってみるみたいなのをおすすめします。その時には必ず予見時間ありでやることです。初見の出来って結構予見で決まっちゃうところがあるんですね。だからこそたかが30秒されど30秒の使い方がとても大事になるので、その使い方を学ぶという意味でも、必ず練習の時から30秒タイマーで測って予見を入れるというのは大事だと思います。そしてできれば弾いたやつは録音しておくのがいいです。半音ずれたとか自分ではわからないところがあるので、必ず録音をしといて、録音終わったすぐ直後に楽譜と照らし合わせて自分で確認するのがいいと思います。その上でもう一回細かく読んでいくというのがいいかなと思います。間違えたところを弾けるようにするとか、強弱ですね。意外と初めて弾いた時ってつけたつもりなのに全然強弱ついてないじゃんって後から聞いて思ったりすることあるんです。なんでもう一回弾いた場合にどうなるかやってみるといいと思います。そしてね、まあ例えばこれ一冊って決めたら、まずは一冊完全にやりきることをおすすめします。完全にやりきる
っていうのはいつ何時弾けって言われても弾けますぐらいに全部の曲を仕上げるっていうことです。なんでかっていうと1回やった問題だったからで、じゃあ2回目に完璧に弾けるかっていうと多分そうじゃないです。同じとこ間違えたり表現まだ全然足りてないじゃんとかね、そういうの絶対出てくると思います。どれか1冊でいいと思うのでやり込む弾き込むっていうのはすごく大事だと思います。またねそれぐらいやれば出てくる曲の構成パターンだったりとかコードのパターンだったりとかかなり分かるようになってくると思いますので、ぜひねやってみることをおすすめします。あとは、まあ、例えば最新の問題集1個終わって次どうしようかなみたいに思った時はですね、もっと昔のこの試験問題というのがもし入手できるのであればやってみることをおすすめします。なんでかっていうと昔の曲になればなるほどめちゃめちゃ譜読みが難しくなってます。今の3級って昔の4級より全然簡単なんですよ、楽譜そのもので見ると。ただまあじゃあなんでそんな変化をしてきてるかっていうと、昔はどっちかっていうとこう本当の意味での初見能力というか難しい楽譜でも弾けるよっていうところが大事だったと思うんですけど、そうではなくて今はやはり聴かせる力だとなってるからこそ楽譜がそこまで難しくなくて、その代わりその強弱だったりね表現のところにだいぶフォーカスされてるのかなという印象があります。そういう意味ではねかなり簡単なんです、この最近の初見問題って。なんでもっとどんな初見問題が本番に出てきても大丈夫だぜって言えるような鋼のメンタルが欲しいという方はですね、ぜひ昔の過去問をやってみた方がいいと思います。あとはですね初見演奏って結構ね練習してると飽きてきちゃうみたいなところがあると思うので、曲集を使った初見演奏の練習っていうのを個人的にはおすすめします。自分のその目指してる級のマイナス2から1級ぐらいの楽譜を練習してみるといいと思います。例えば私が3級受けてた時にやってたのは、前にねアップしたアンダーザシーの動画で使っていたディズニープリンセスの曲集、あれは5級向けの曲集なんですけれども、アンダーザシー以外のやつは全部やったかな、初見演奏の練習で。曲集の場合っていうのは一曲一曲が長いんで、どうしてもね途中で譜めくりが必要にはなるとは思うんですよ。ただ読み込んだ後の達成感もありますし、もともと知ってる曲でやれば大体の雰囲気分かる中でスタートしてるので、細かい音程を読む力だったりとか強弱をねつける力みたいなところにフォーカスして練習ができるかなと思います。ただそうは言ってもいつもの楽譜の譜読みっていうんですかね、右手だけ先に弾きますとかそれだとちょっとやっぱり効果が半減しちゃうんで、なるべく全部の手を一気に譜読みする練習というのを意識してやればいいのかなと思います。ということで今回はエレクトーン演奏グレードの初見演奏の項目についてより具体的な練習方法をご紹介いたしました。本当にね初見演奏辛いんだけどね、避けては通れぬ道ですので、グレード受験される方は頑張っていただければなと思います。もっと細かくこんなとこ知りたいよというのがあれば気軽にコメント等々いただければいいかなと思います。それでは今日もご覧いただきありがとうございました。バイバイ。